ユニホンテレビ。その中でも一番生産本数も多いし出荷本数も多い商品ですね。まあ、香りはそんなに高くはないんですが、やっぱちょっと甘みのある香りがあって、市ではこれまで市内で生産されている農林水産物や調味料などを首都圏に売り込むため、首都圏のスーパーと連携協定を締結したり、バイヤーとの商談会を行ってきました。今回の商談会は市の生産者の販路拡大を目的に、市が農業分野の活性化活動に取り組む企業に協力を仰ぎ、首都圏のシェフを招いて行いました。招かれたのは首都圏で39の飲食店を展開している企業の総料理長、鈴木元次さんです。そうですね、はい、じゃなくできればその極論で言うとハラル認証ができるものとか、もう少しこう、商談会では市内で地酒や醤油、味噌、ヨーグルトなどを生産している9つの企業が参加し、合わせておよそ15の食材や加工品などを売り込みました。これって全部砂糖とか入ってないですよね。砂糖と、あ、これ全部入ってるんですか。酒を入れて、そうですよね、こんな緩いわけないですもんね。はい、すげえ緩い味噌だな。商談会では企業の担当者が直接食材を売り込み、鈴木さんが実際に味を確かめながら改善点や新商品のアドバイスをしていました。秋田県の人ってやはりお砂糖を使う傾向が結構多いですか。これ練り味噌だからっていうことですね。味噌汁の場合はそのまま、ね、絶対うめえよ。じゃあ、秋田には三内人参とかがあるじゃないですか。ね、このソースがすごく合うんですよ。デザートでも使えるし、料理のソースでも使えるし、最初ので甘酢でも使えて、さらに女性には喜ばれて、はい、まあ、結構しこいですよ。大大丈夫。ブランド発信したいからポスターとかも出したり。ジャージー牛乳を紹介して、やはり結構いい感じに商談が進んで、結構サンプルも来週に発送するような形で進んでおります。まあ、全国でも数少ないジャージー牛乳を全国にこうよりアピールできればいいかなと思っております。一番このスタンダードな大豆味噌をなんかすごく美味しいっていうことで、熟成された方を美味しいって言っていただいたので嬉しかったです。いろんなお客様にこの味噌を知っていただいて、買っていただいて飲んでいただければいいなと思いました。美味しいって言っていただけたので、はい、それは自信にはつながりますし、はい、指摘いただいたので、それを今後研究してさらなるいいものっていうのを作っていきたいなと思いました。直接食べ物とお酒のこう相性というかマリアージュっていうのをやっぱ知ってる方からうちの酒のご評価いただくっていうのは、まあ、会社の人もご刺激もらって、ああそう言っていけるならこうしようかなとかっていう考えもできると思うので、まあ、いろんなこう情報を集めるいい機会にはなったかなと思います。まずはしっかりいいお酒を絞って皆様にしっかりご案内していきたいと思います。本当にいいものたくさんあるはずなんで、すごく楽しみにしてます。はい、もうヨーグルトとかジャージー牛乳最高にいいかなと。もうコンテンツ、ストーリー、商品価値全部もうまとまってるので、あれはもう売れるのは確証できてますね。はい、由利本荘の商品で少しでも発信できればと、まあ、できるところからお手伝いしていきたいなと思ってます。また翌日には商談会に来られなかった企業に鈴木さんが直接赴き、生産現場などを視察したということです。